初めて大輔くんと翼ちゃんがあのバッテリーを組んだ記念の衣装です。映画青空エールの舞台挨拶にお揃いの青いユニフォーム姿で登場した女優の土屋太鳳さんと俳優の竹内涼真さん。応援がしたくてトランペットに憧れて入りました。映画では吹奏楽部でトランペットに打ち込む女子高生を演じた土屋さん。舞台挨拶最終日となるこの日、トランペットで劇中の演奏にもチャレンジしました。やった。撮影終了後ブランクがあるにもかかわらず演奏しきった土屋さん。そんな彼女に用意されていたのは竹内さんから愛のこもったサプライズエールでした。現場に取り組み姿勢だったり、役に取り組み姿勢だったり、そういうタオちゃんのストイックな姿に折れました。ありがとうございます。嬉しい。またタオちゃんと一緒に共演できるように、僕もタオちゃんみたいにストイックに頑張りたいと思います。突然のプレゼントに大粒の涙をこぼす土屋さん。それを見越してか竹内さんはちゃんとね、用意してたんです。これで僕は仕事を果たしました。いやー、見てるこっちまでちょっとかっこいい人って何やってもかっこいいですよね。ちょっとこういう気持ち忘れてました。いやー、ちょっとキュンキュンしますね。大丈夫、ハンカチ。中野さんもいつも持ってらっしゃいますか。はい。以上、エンタメでした。